はいどうも、マイナスショーです。今回やる企画は、前にね、冷凍庫で冷凍庫やってみたっていうね、概要欄に載せておくんですけど、前にね、冷凍庫で冷凍庫やってみたという動画を撮ったんですけど、その時に冷凍庫にマイ鉢を入れたんですよ。でその時は、すぐ出して、でもすぐ出したんですけど、冷たくて冷凍庫にマイ鉢を入れたら、マイ鉢がキンキンになるんじゃないのかなと思って、今回検証したいと思います。で、今ちらっとね、マイ鉢を見せたんですけど、今回使うマイ鉢、僕がよくね、料理をする料理に使うマイ鉢です。こちらと、なんとですね、タタコン、こちらとこちらの料理に使うマイ鉢、これを2つ冷凍庫に入れたらどうなるのか。で、パッと考えた企画なんで、期間はどうしようかなとかあんま考えてないんですけど、ふとね、思い出した時に取り出して、で何日ぐらい経過しましたって発表してやっていこうかなと思います。はい、これがね、僕ん家の冷凍庫です。ほら、人参とかね、冷凍してある。で、こちらの奥にちょっとね、邪魔にならないように入れていこうかなと思います。なかなか入んないな。ちょっと一回取り出さないとダメだな。はい、こんな感じでね、奥に入れました。見えるかな。はい、入ってます。で、あとは、普通に並べていくと。こんな感じですね。では、しばらくね、待っていきましょうか。はい、ということで、マイ鉢を冷凍庫に入れて、4日が経ちました。イエーイ。本当はね、1日ぐらいにしようかなと思ったんですけど、1日だと、あんまマイ鉢自体がね、冷凍されないかなと思ったのと、この4日間ちょっと忙しかったので、今日ちょうど動画撮るタイミングがあったので、今日撮りたいと思います。ということで、マイ鉢に入った冷凍庫は逆だった。冷凍庫に入ったマイ鉢はどうなっているのか楽しみですね。見ていきましょう。このね、奥に入れたんですよ。あるよね。あったあったあった。さて、どうなってるのか。おお、はい、やばい。これちょっとね、これでプレイをしたいので、一回取り出してすぐプレイできる状態にしておこうかなと思います。はい、ということで、こちらの家庭用で試していきましょうか。曲どうしようかな。冷凍庫ないもんね。で、今こうやって洗濯しちゃうとだんだん溶けてきちゃうので、スタートしたと同時に冷凍庫からバチを取るみたいな感じですね。なんかいい感じの曲あるかな。なんか俺これ結構好きなんだよね。やったことないんですけど、なんか聞いたことあるんですよ。デクデンデクデン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 みたいな、このリズムが好きなんで、冷凍した前橋と関係ないんですけど、これやろうかなと思います。初見でフルコンまた全量できるのか。裏ないもんね。よーし、じゃあまずはね、やっぱり普通のマイ鉢から試しましょうか。はい、こちらです。おお、すごい。まだ冷たい。おお、すごい。反応悪い。
お、いやまだ冷たい。あの二つの意味でまだ冷たい。見えるかな？カー22深川。ちょっとねフルコンボだったんですけど無反応来ましたね。え、まだ冷たいよ。だってわ、冷たい。ほら一曲やってもまだ冷たいってやばいね。やば。あ、まだ冷たい。全然なんか芯までね冷えてるんですよ。うわ冷た。ちょっとねあの動画見てくれてる方にはちょっとあまり伝わんないんですけど冷たい。うわやば。これいいね。いいけどちょっとねタタコンだとやっぱりなんだっけ、タタコンのバチがいいと思うんで、一応タタコンのバチもね冷凍してあるんで楽しみですね。曲どうしようか。でもやりやすいね。やっぱり冷たいから俺手汗結構ねかく方なんで、冷たいとねいいですね。オンリーマイレールガンいいですね。じゃあこれもう初見でいきましょうか。ちょうどいいね。よし、じゃあタタコン、冷凍タタコンを出していきましょうか。うわこれやばいんだけど。これやばいぞ。いきます。うわやば、超冷えてる。冷た、やばい。ああ、うわあ、冷たい方の上ではないよ、かの方だよ。いやでも冷たい。やばいぞこれ。多分これ目つぶってね触ったらタタコンって分かんないかも。フルコンしてやるぜ。まだ冷たい。いやーこれ多分 AC だったら全量だったな。家庭用慣れてないんでね、これ絶対 AC だったら全量だった。もう終わるでしょ。だってわ、 AC だったら絶対全量だったこれ。うわ、あ、ほら見えるかな水分が。ほら、あ、とりあえず成績アップよ。あれ3個も出てたっけ。で、これタタコンの方見てください。これ水分が出てるんですよ。タタコンの方がまだ冷たいな。こっちのマイバチまだ冷たいけどほぼ常温に戻ってる。でもこっちはまだ冷たいですよね。こう中にこう穴が開いてるからそっから冷たいのも入って長続きしてんのかね。うわ冷たい。ほら超冷たいよこれ。これこうだけどさ、こうだけどこれ、うお冷たい超冷たい。ほんとね今冬の時期なんですけど夏とかだったら多分最高じゃないですかね。手とか結構あったかくなっちゃうんでこう冷凍しといて、で太鼓やるときにこうやると。まあでも夏だったら多分1曲ぐらいで終わっちゃうのかな多分。うん、今一応暖房つけてるんですけどワンチャン2曲分ぐらいいけるかもしれない。だからこのタタコンをたくさん買って、もうタタコン100本ぐらい買って冷蔵庫をもうバーンってぶっ込んでおけば無限にずっと冷えた状態で太鼓の達人が遊べるということで、ということで皆さん100本買ってねやってみてください。まだ冷たい。うわ冷た。あ、冷凍庫の匂いがする。ぜひ皆さんもやってみてください。ご視聴ありがとうございました。